8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、こちら、8内相性占いキャンペーン、っていうものをね、やってるんですけども、で昨日のね、まあ夜来たもんで、まあまだね、全然やっていません。うん、まあこれ毎日できるっていう感じのやつで、で過去にもね、去年ありましたよね。うん、で確か嫁が 25% ぐらいだったような気がする相性占いね。うん、で、今年もね、まあ、来たということで、まあ、これをね、ちょっとね、やってみようかなと、いうふうに思います。うん。で、まあ、当然ね、推し選手3人、まあ、診断してみようかなって感じです。まあ、嫁様、しのくもちゃんと、本庄さんと、そらちゃん、この3人でね、見ていこうかなっていう感じに思います。うん。で、まあ、キャンペーンのね、まあ、このマグカップとか欲しいですけども。うん。まあ誰に当たるんでしょうかっていうところですよね。うん。ではね、その特設サイトの方にね、移動していきます。はい、ではね、こちら、特設サイトの方にね、まあ来まして、で、まあ相性占いキャンペーンというような感じで、これで、まあ、オリジナルマグカップとかで当たりますよというような感じ。で、まあ監督名入れて、で、誕生日入れて、で、まあ、ここに、推し選手を入れるっていう感じかな。で、本校だけだよね。うん、本校、あ、架け橋桃子す。架け橋先生とかあるよ、これ。面白いね。はい。で、まあ、相性占うってやると、まあ、表示されるって感じですね。はい。で、まあ、監督名は、当然、ガノですね。はい。で、誕生日は、オナニーですね。うん。7月8日ではない。はい。で、選手選択。で、誰から行こうってなるんですけども、まあ、一番下のソラちゃんから行きましょうか。うん。もう、駆け足先生地味に気になりますけどね。ではね、はい、ソラちゃんの方、相性占う、行きましょう。お願いします。さあ、どうだ。まだ来ない。おー、出ました。相性、50%。うん、半分って感じ。うん、何かが足りないって感じなのかな。はい。で、文字が、文章があります。監督のお弁当のハンバーグケチャップかかって、ますね。やっぱりハンバーグはデミグラスソースじゃなくてケチャップですよね。あー、ケチャップにこだわる感じ？ソースとか。まあでもハンバーグは、なんだろうな。まあデミグラスソースでも、まあ美味しいって感じはしますけどね。まあハンバーグ、まあケチャップはベタっていうかね、うん、まあちょっと洒落た感じだと、まあ無難なやつの方が好きなのかな。うん、まあまあソラちゃんは、ハンバーグにかけるんであれば、まあケチャップ派って感じ。まあまあまあ、まあ静岡にはね、なんだっけ、なんだっけか、まあ忘れちゃった、何を話そうか忘れちゃった。うん、まあいいや、はい、何を話そうか忘れたところで、で次本庄さん行きましょう。はい、本庄さん。では行きましょう。監督名がの、オナニー本庄さん。よし、これで お願いします。はい、どうでしょうか。さあ、ソラちゃん 50%、75%、徐々に上がっていく。はい、嬉しいです。ありがとうございます。75%。監督は私に占いを頼みに来るなんて驚いたわ。今日はとてもいい運気が監督に流れ込んでいるみたい。きっといいことがあるわ。あ、もう、この 75% っていうのがもういいこと。っていうか、そもそもタウンマップで、毎週占い行ってますけどね。初めてじゃないんだよな。うん。あの本庄さんは別の本庄さんなのかな。はい。本庄さんが 75%、50%、75% と来たら、今度は、分かってるよね。嫁様分かってるよね。うん。ここよ、ここ。ここが重要ですからね。うん、一番。はい。で、嫁様でございます。最良し。はい。ではね、まあ、ソラちゃん50、本庄さん 75%。さあ、最良しの嫁様、ここ重要です。さあ、頼む、100%、お願いしますよ。頼む、空気を読んでくれたー。よし。今日は空気読んだね、嫁様ね。うん、ありがとうございます。100% です。100のパーセントです。はい。ありがとうございます。はい、文章。監督、今度少し話せないかしら。チームの選手と私のバッティングフォームを撮影してもらったのを比較して、客観的に意見をくれない。いや、話す以外の選択肢はない。うん。
まあ野球絡みのことですけどね。まあバッティングフォームを、まあちょっと確認したいっていう感じなのかな。うん。まあそんなの別にさ、バレンタインでっていうか、うん。あんまりバレンタインとは関係ないっていうか、まあ普通にバレンタインじゃなくても、頼めるような内容ですけどね。うん。まずここがしのぐもちゃんらしいですね。うん。まあまあいいでしょう。はい。とりあえず、100% ということで、ありがとうございます。で、もうツイートしちゃいましょう。はい。ツイートさせていただきますよ、というような感じで、いいですね。はい。そうか、画像は保存しないといけないのか。まあいいや、それは後で保存しておきましょう。はい、後でツイートしておきます。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。